か。てやんでいてやんでいてやんでい、ヤグダウンだっつーの。ということで、今日ね紹介していくのはリバーサルワールドデッキということで、あのショーが落としてくれるリバーサルワールドを使っていくデッキとなっております。で、そのデッキ紹介の前に今プレゼント企画やっております。7000円のギフトカードをプレゼント、詳細は動画概要欄を見てください。ぜひ皆さん参加してくださいね。で、このデッキ、この動画少しでも面白いと思っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。今回も100グッド目指して頑張っていきますよ。そして、石ジャグ遊戯大喜利下のコメントに固定コメントとして残しているので、ぜひ皆さん参加していってください。ということでリバーサルワールドリバーサルワールドなんやけど、もうねこれ3枚手に入って、これをね僕何に使おうかってね迷ったんですよ。いろいろ迷った結局いろいろ迷った結果、まずねもう間違いなく合うなと思ったのが今このモンスター、ビッグシールドガードナー。こいつはねもう間違いないかなと、効果モンスター。まずねそのリバースワーの効果なんやけど、トラップカードね、フィールド上すべての効果モンスターの攻撃力、守備力が攻撃力と守備力を入れ替えた数値となると、もう常に攻守逆転っていう話なような、一回使ったそのフィールドにいるモンスターはずっとその状態になって維持します。ということで、ビッグシールドガードナーが攻撃力2600、守備力100の、モンスターになると、四つ星モンスターになっちゃうといった形なんですよね。非常にねそれが使えるかなと。でちょっとね今回のデュエルではできてないんだけど、一応ね結束ユニティ入れております。これによってフィールドにモンスターが何体か並んだ場合に一気に守備力をガクガクっと上げて、でそこからリバーサルワールドを使うことによってその圧倒的守備力を攻撃力に持っていくといったコンボも隙あらばねやっていこうかなと考えておりました。ただまあ隙がなかったのやってきんかったんやけどくそ最近マジでコズミックが多い。これ結束ユニティ、これで潰されます。うん、しょうがないね。まあ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 、ちょっとね線が薄いコンボだったんで、まあそこは良しとしましょう。逆にね一つ潰せたという考えで、でその間違いなくビッグシールドガードナーがいいと思った。あとはやはり何かねテーマに結びつけて僕はデッキを組みたかったんですよ。でそこで僕は目をつけたのは武人デッキ。こいつらがね案外守備力高いモンスターが多くてですね、まあ特にその中でも僕は採用したのが武人アラスダ。これまあ武人デッキではほぼほぼ必須と言わんと限りのやつやな、あとは武人の生田ね。これも守備力は1900ありますので非常にね、優秀なアタッカーになるんじゃないかと思っております。さあまあそれが一体どういう風に回っていくかっていうのはまあデュエルの方でね確認していただければと思います。まず武人デッキのね、恐ろしさは皆さんご存知だと思います。墓地にモンスター行くことによって墓地のモンスター除外し、相手のモンスターであったりトラップであったりを破壊することができると。さあじゃあもうねここは決めに行きましょう。生田攻撃表示で出します。基本的にはねカウンターでリバーサワー、基本的にはカウンターでリバーサワーを使っていきたかったんやけど、もうね相手のセットカードは全然怖くないっていうか、まあ神の摂理があるんでもうガンガン攻めていこうと、ということでリバーサワーを使って、でさらにね絆の力を使うことによって火力の底上げをやっております。この攻撃が通れば攻撃力2800のビッグシールドガードだが助けるトンがおったんやな。これはねまあしょうがないってとこやな。はい、じゃあ生田でも攻撃していきましょう。星4攻撃力2100、あ大通るのか。本当にね、これな、このデッキのええとこって、リバサワーさえ、アリバさえすれば、分断がね、そこまで怖くないと。分断使われて、ね、こちらの攻撃力下がりますよね。そしたらリバサワーを使うことによって、守備力を攻撃力に置き換えたらええだけの、話っつう話にできるんで、非常に厄介なモンスター出されたんで、レッドアイズスピリッツ、ここで、こちらのモンスター一掃されるわけにはいかないと思ったんで、ここで神の摂理を僕は使っていこうとします。ただし、あとはモンスターを一体どのように処理するか。これね、伏
普通のデッキやったら結構迷うと思うんですが、これあくまで武人デッキ、武人機、生田、こいつの効果をね使うことによって、簡単にね相手のモンスター、壊すことができちゃうと。まあ一体ねそれがどういった効果なのかと。とりあえずねまずヤマト、ヤマトはね守備力低いから、これはリバサワーとはアバンノンで、発動タイミングはちょっと気をつけるようにしてください。ヤマトはあくまで普通に殴っていくプラス、墓地にモンスターを送るといった役割ですね。その他のエンドフェーズ時にデッキから武人と名のついたモンスターを手札に加えさらに捨てることができると。で今捨てたモンスターが武人機生田、先ほどね攻撃力が2100になっていた、まあ、守備力はね1900なので入れ替わって非常にね高火力モンスターとなっていたモンスターです。これが攻撃あと除外することによってモンスター1体を選択して表側守備表示にすると、でさらに守備力をゼロにするってことなんで普通に火力で抜いていけるっていう話なんですよね。はい、これで横にします。で守備力もゼロになる。でまたねヤマトが引けていけたんで、さらなるこの後の対戦に備え、このターンエンドフェーズ時はまあ8かまた幾多落としましょうという、分断来たけど関係ねえな、守備力ゼロだからなっていう感じで、一気にね、畳みかけることができるデッキとなっているんだよということでね、非常に、まあ普通にな、マジでリバーサルワールドは相当使いやすいカードかなと思います。それこそね、アンティークデッキにもちょっと入れてもええんかなと思って、っていうのがギアゴレムは攻撃力守備力ともに3000なんですよ。さらにあのワンちゃんも攻撃力守備力確かともに2000だったと思うので、こちらにデメリット効果が、ない形で、試合運びをしていけるかなと思うんで、それはやはり非常に優位にデュエルを進めていけるかなと考えております。それもね時間があったらできれば動画にしたいかなともちょっと思っているので、まあ回してみな分からんねんけどな。さあでは、デュエルの方始まっております。武人と合わせたのはやはりね良かったかな。これで、モンスター落とす、幾多か8か、まあ今んとこやはり怖いのはセットカードだと思うんで、8を落として、8をサーチし、8を落とすという形でやっていきましょう。ちなみにこの武人機モンスター効果使うためには、フィールドにね、武人モンスターが武人と名の付いた獣戦士族モンスターがいなきゃいけないので、武人機ヤマトまたは、武人機あ武人アラスダ、これね、これのね、いずれかがフィールドにいる状態ですっていうことやな。で、ごめんなさい、ここね後で気づいた、今ね完全に墓地のハチの効果を使って一つね、破壊しておくべきでした。これごめんなさい忘れてます完全に。でもね僕は一気にねとどめを刺しに行こうと考えております。ということで、まず絆の力、はい、ここでまずね、守備力の低いヤマトで攻撃していきます。で、ドレインシールド、はい、じゃあこのタイミングに合わせてリバサワーを使っていくことにしましょう。でリバサワー使うことによってヤマトの攻撃力は200になります。ってことはドレインシールドで吸い取る攻撃力、それはね200しか吸い取れないと。でさらにね隣にいるモンスタービッグシールドガードナー、そしてイクタ、こいつら攻撃力が非常に、ね、高い、守備力が攻撃力になるんで、まあ、ちろんね絆の力分は入ってないんですが、攻撃力2600の、こちらは攻撃力が1900と、で先ほどね、言ったように8を、先ほどのターンで使っていれば、まあ少なくとも相手のライフに大ダメージを与えることはできたのかなと思っています。で、先ほどね逆に8を使わなかったことによって次は幾多を、墓地に落とすことにしました。これで相手がモンスター出してきても、十分対応していけるかなといったところです。というのが、武人機モンスターは一旦にね1回しか効果、同じモンスターの効果発動できないっていう条件があるので、そこだけね注意といったところでしょう。じゃあ8を、除外することによってフィールドのカード1枚を破壊、で、今手札に神のセットにもあるんで、まあこれで決まりましたね。さあということでこのデッキ、この動画少しでも面白いと思っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。プレゼント企画もねやっているのでぜひ参加してください。そして2月、
金巻田さん、まだね、連絡がないので、本当にね、早めに、もう、8日になったら打ち切ってしまうので、早めに連絡ください。ということで、ヤグタでした。また